階段アミーゴ。ある気がしますね。そうですよね。うわ。でもその窓の話ちょっと僕もあるんですけど。いいですか。えぐかったんで、いや本当に今みたいな感じなんですけど、というのもこれも武田から聞いたんですけど、武田すごい体験してるんですよ、いろいろ。なんで武田が自分の恐怖体験を今の職場で喋ったとすると、その仮に A さんとしましょうかね。 A さんって武田と同い年ぐらいのやつが、武田さんの体験ほどじゃないんですけど、僕も一回怖いことしてっていうふうに話し始めたっていうんですよね。多分今の始まりとここは感じに似てると思うんですけど、でどんな話なんですかって言ったら、その A さんがはっきりです、僕全く幽霊なんか信じてなかったんです、もうそんなバカバカしいと思ってたんですって言うんですよ。その A さんが今の職場に来る前だって言うんですよ。もう直前の職場ではないらしいんですけど、浄水場で働いてたって言うんですね、うん、でなかなか珍しいじゃないですか、浄水場って。どういう仕事したんですかってだけなんですけど、難しくよく分かんなかったんです。ただその浄水場田舎の方にあるんで、まあ出勤が難しいってことで、その寮生活だったって言うんですね、うん、でまあ当然寮なんで部屋の割りがあるんです。部屋割り、その部屋割りを決めるときに、同じくまあごっちゃにレクリエーション大会もやろうみたいな感じで、先輩社員と新入社員がこう触れ合うみたいな時間があったんですね。そのレクリエーション大会の内容っていうのが階段だったらしいんですよ。変な会社だなと思ったらしいんです。で先輩社員がわーって階段喋るんですよ。でその話を思い出して新入社員もわー喋る。でも A さんは全く信じてなんかないんで、すげえつまんなそうな顔してたんですって、自分で言ってたらしいんですよ。でボーッと早く終わんねえかなと思ってたらしいんですよ。でやがて階段大会終わった、早く部屋割りしねえのかなと思ったら、先輩社員が近づいてきて、君って何ですかって言うと、君あんま来てなかったでしょって言うんで、僕あんま興味ないんでお化けとかって言うと、その先輩社員一瞬にやって笑ったんですよ。あ、興味ないの、はい、階段とかも全然興味ないんだ、はい、あ、なるほど、あ、お化けも、あ、全然信じてないです、あ、なるほど、いいよ、いや君もう部屋決まってるから入って渡されるんですよ。え、何ですかこれ、あ、大丈夫だからって言われて、あ、こんな感じでみんな決まるからノリでって、そのまま鍵渡された。で寮に行ったら、寮2階建てなんですよね。2階建ての細長い、ね、家屋の2階で一番角部屋だったらしいんですよ。でそこで生活が始まるんですけど、その日から妙なことが起こったって言うんです。最初は気づかなかったんですけど、これ夜寝る前なんですよ、窓の奥、まあ、窓の外ですよね、ほんと田舎なんですけど、そこからほんとかすかに眠る直前になると、わーわーって音が聞こえてくるんですって。なんだろうと思うんですけど、眠る直前なんで寝ちゃうんですよ。で朝起きる、すっくり忘れてるの、そんなこと。で2日目寝ようとすると、ほんとに眠るに落ちる直前ぐらいに、またどこのからわーわーって音が聞こえるんです。えっ、で3日4日続くと、さすがに朝起きた時に覚えてるんですよ。でその同僚に、なんか変な音を聞こえるよなって言ったら、みんな聞こえないって言うんですよ。あ、そうなの？で、その日も寝たら、また、ボー、ボー、眠る直前になると音が聞こえるんです。で、かすかにですけど、音が大きくなってるんですって。何なんだろうと思って、6日目、7日目だった時に、さすがに気になったんで、その、鍵をくれた先輩社員に会いに行ったって。先輩、なんか寝る前変な音するんですけど、って言ったら、先輩が、あ、ボーボーって音でしょって言うんです。あ、何なんですか、なんか、痩せたこと鳴き声かなんかなんですか、あ、違うんだよ、あれ。ごめんな、俺言うの忘れたけど。今、寮の角部屋だからさ、施設に近いだろ、深夜になると、機械の点検してね、機械動かすんだよ。あの音なんだって。ごめん、言い忘れたわ。だから、お前が一番施設に近いから一番音が響くんだ。まあ、本当に眠る、ね、妨げになったんだら、これ渡すからって言われて、耳栓もらったらしいです。ああ、わかりました。やっと原因わかったと思って、そっから寝る前直前になると、耳栓つけて寝るって習慣になるんです。でも本当に毎日毎日、ボー、ボーってなるんですよ。ただ、どんどん大きくなってるって言うんですよね。だるきらしいんですよ。もう寝ようと思って、ベッドに入る。で、どうせまたあの音鳴るんだろうなと思いながら、耳栓つけると、案の定なんですよね。ボー、ボー、もうこのぐらいになるとかなり大きいんですよ。で、もう無視しよう、寝ようったら、一瞬やの後に、ボーボーってすぐ近くなるんです。うわっと飛び起きたんです。で、パッと。で、ボーもう確実に窓のすぐ外で鳴ってるんですよ。その瞬間分かったんです。絶対これ機械の音じゃない。
絶対先輩嘘ついてると思うんです。で、バーって窓の外に何も見えないです。でもすぐそこでバーってなってるんで、と思いながら、そのまま恐る恐るベッドから立ち上がって、窓カラカラカラって感じで、うわって思ったわけです。窓のすぐ下に目のない男が張り付いてこっち見ながら、バーって言ってるんで、うわーって思ったんですけど、目なんかないんですよ。くぼみなんですけど、こいつと目が合っちゃいけないってなんか直感的に思ったらしいです。だから、バッてこう、で、手で顔を隠した瞬間気を失ったって言うんです。で、朝起きたら、この状態で起きたって言うんです。わー、あれ絶対夢じゃなかったんだ、この状態で起きたってことだと思って、そのまま、ダーってすぐ先輩のとこ行って、先輩って言ったらもう一言で分かったでしょうね。お前目合ったかって言うんですって。で、目合ってないです。ああ、じゃあ大丈夫だ。ああ、しょうがないか、もう、じゃあいいよ、この部屋使っていいよ、俺がお前の部屋行くから。はあ、って言って、何なんですか、いや、もう、もうしょうがない、もう、じゃあ、部屋帰るから。はあ、って言って、全然納得する説明してくれないまま、部屋帰ってもらったって言うんです。ただ、その去り際に先輩の言った一人ほどは、未だに忘れられないって言って、今年もダメだったか、って言ったらしいんですよ。もうその瞬間分かったんです。あの階段大会って絶対リクエーション大会じゃない。絶対この、あそこの部屋で何か起こるって分かってる。でも部屋が足りないから開けることもできない。だから毎回階段大会やって、全然怖がってないやつに、無礼その鍵渡すっていうことを毎年やってんだろうなっていう。で、今年僕だったんです、その年は。っていう話を聞かせてもらいましたね。全然その目がない人が何だかは分からないです。やだね。やだな。